メナンドロス一世は、西北インドに建てられたギリシャ人によるヘレニズム系王朝の国王。仏典では、ミリンダ王の名前で表記される。仏像ナーガセーナとモンド王を交わしたことで知られ、二人の王党はパーリ語、漢語などに訳された。ミリンダ王の問いでは、ナーガセーナとの問いの後に、メナンドロスが仏教を信仰するようになったことが、記されているが、記述の真偽は、 明確になっていない。メナンドロス一世は、エウティデモス一世、デメトリオス一世の王党に属する一文家の出身であると考えられている。ナーガセーナとの問答の中で、メナンドロス一世は、アラサンダが自身の記事だと答えた。アラサンダは、アレクサンドリアの意であり、各地に存在するアレクサンドリアのいずれがメナンドロスの記事であるかで、意見が分かれている。 フランスの東洋学者、アルフレッド・フーシェは、ヒンドゥークシサン・脈南クのカーピシーオーメナンドロスの記事と推測した。ミリンダ王の問いの中では、メナンドロスが19種類の学問、技術を習得していたことが述べられ、ギリシャ世界、インド世界両方の教養を身につけていたと言われている。また、ナーガセーナとの対話の中で、通訳の存在について述べられていないことから、 メナンドロスは、インドの言語にも通じていたと考えられている。父が没した後、おそらくメナンドロスはその後を継いで即位した。メナンドロスは、ジャムナ川、ガンジス川流域の東への進出を試み、サーケータ、パータリプトラを獲得した。しかし、同盟者であるインド諸王の間に起きた、対立のため、ガンジス流域を放棄しなければならなかった。メナンドロス一世は、 パンジャーブ地方のシャーカラ音に定め、アフガニスタンから北、インドに至る領土を収めた。シャーカラの位置について、パキスタン・パンジャーブ州のシアールコートを否定する説が有力視されている。シャーカラの位置については、異説もあり、シェックプラ、タキシラとする説もある。ラホールの西9 0キロメートルに位置する都市で発音が似ており、多くの遺跡が存在するサングラを、 シャーカラとする意見も存在する。晩年にメナンドロスが上位し出家したとする伝説が残るが、低ロ老マ時代のプルタルコスは、メナンドロスが人中で没したことを記している。死後に多くの都市がメナンドロスの遺骨をめぐって争ったため、都市の代表者による競技の末に遺骨はそれぞれの都市に分配される。インドを支配した。 ギリシャ人君主の中で唯一インド側の文献に名前が記されている人物であり、プルタルコスは著書モラリアでメナンドロスを理想的な王に挙げた。メナンドロスの子孫については明らかになっていないが、アルテミドロスは彼の子孫であると推測されている。メナンドロス一世の肖像のある効果メナンドロス一世が鋳造した効果は種類、量ともに多く、 他のインドのギリシャ人君主が発行した硬貨よりも広範な地域で流通していた。22種類、金、銀、銅の3種の硬貨を鋳造、流通させ、硬貨には若年期から老年期までのメナンドロスの肖像画が刻まれている。メナンドロスの硬貨には仏教のシンボルとも言える法輪が刻まれているが、インドでは仏教以外の宗教が法輪を用いた例もあり、 効家の法輪のみを根拠として、メナンドロスが仏教を信仰していたと断言することは難しい。東はマトズラー、西はカーブル、南はグジャラーと、北はカシミールに至る地域でメナンドロスの効家が発見され、南ウェールズの都市の遺跡からは、ローマで鋳造された効家と共にメナンドロスの効家が発見された。メナンドロスの死後も彼の効家は長く使用され、 彼が没してから200年後に、グジャラート地方のバリューガザで効果が通用していた、報告がエルトゥーラー海案内記に残されている。パキスタンのバジャールでは、メナンドロスの時代に鋳造された貨幣と共に、彼の名前が入れられたシャリ容器が出土した。発見されたシャリ容器をメナンドロスの仏教信仰の証明と主張する意見があるが、一方で、 メナンドロス自身が仏教を信奉していたのではなく、シャリ容器がメナンドロスの知性に奉納されたことを示すに過ぎないとする見解もある。ありがとうございます。